ライオアトゥルー千葉たり転がる都市伝説紹介じゃない、どうも小焼きだけです。皆様、ついに僕たちは世界の禁忌に触れてしまったようで、なんと僕の相方がついに相方を失う事態まで発生してしまいました。前代未聞のことだと思いますが、皆さん今後とも小焼きのみでやっていきますので、どうぞ小焼きスタジオをよろしくお願いします。皆様こちらをご覧ください。あれ、はい、どちらですか。よく戻ってこれたね。どこに出たんですか。ほうじ茶買ってきた。こちらをご覧ください。はい、はい、こちらは1万円札となっているんですけども、1万円札も自由すぎるよね、あなたね。はい、こちらをご覧してるから。いや、もうこちらをご覧してるよ、俺は。まあ1万円だね、誰でも知ってると思うんですけど、戸田君、欲しいですか。ください。多くの皆様1万円札が欲しいと、まあ、思うのではないでしょうか。はい、ではね、これって紙に人の絵がプリントされて、数字がプリントされてるだけの印刷物なんですよ。じゃあくださいよ。うるさいな、もう。なんでこの紙切れに価値があるんだと思います。価値あると信じてるからや。めんどくせえやつ。難しい話なんですが、これが貨幣価値というものなんです。はいはい、はい、僕たちは当たり前のようにお金を共通の価値として物を売ったり買ったりしていますよ ね。お金では買えないものといえば、例えば信頼とか、うんうん、目には見えない関係性とか、うん、まあ、言うんですけども、同時に金の切れ目が縁の切れ目というのもありますよね。はいはい、はい、あります、そんな体験。切られた側やからな。つまり汚い話にも聞こえるかもしれませんが、はい、お金はとても大切なものなんです。今回そんな重要なお金を牛耳っているある一族について深掘りしていきたいと思います。ん、もしかしてロスチャイルドより上の一族。あ、ロスチャイルより上。へい、勝った勝った。ロスチャじゃないん。お金を持った世界一の黒幕といえば誰を皆さん思い浮かべますかと。ロスチャ。そう、ロスチャイルド、うん、ロックフェラーというふうに思いましたでしょ、うん、はい、今その2つの一族が浮かんだ皆様はもう小安田に脳を犯されております。マジかよ。はい、小安田を見てくれる人たちもそう思う人も多いんですけども、うん、ロスチャイルドは一時期世界の資産の半分以上を保有してたというふうに言われまして。魔王かな。総資産どれぐらいと思います。え、総資産、はい、100兆。少な。少ない。1兆円。ああ、そういや、そうやったな。もう桁が違うんですよ。そうだそうだ、はいはいはい。そして豊富な資金力を生かし、うん、世界中のおよそ 50% の大企業に影響力を持っているということです。世界の半分の株式持ってるってすごくないですか。すごい。大企業だとしても、まあ、大体こう銀行から借り入れしてたり、うん、じゃあその銀行は日銀から借り入れしてたり、うんうん、じゃあその日銀はこの一族からお金を借りていたりするので、結局周りまで元を正せばあの一族がお金を出してることになるみたいなのがあるんですよね。さらに世界中のマスコミや行政にも多大な影響を与える世界一の大財閥ですよね。はい、またロックフェラーはロスチャイルドに並ぶ世界一の大富豪一家というふうに言われていますね。そうね。詳しくはこちらをご覧ください。はい、その資産額は現在の価値に換算しますと100兆円は優に超えるというふうに言われておりまして、はいはい、それだけではなく、人が生活する上で必要な衣食住、うん、その全てに関わるエネルギー産業を支配した一族はロックフェラー一族ということで、はい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 、もうね、これアスターをたくさん見てる方はもうこの辺は分かっとると思うかもしれませんけど、ね、僕ね、これ最初に聞いたのが中学生の時なんですよ。うん、たまたま社会の先生がロックフェラー家とかについて喋ってくれた時があって、俺漫画のこと言ってるのかと。そうっすね。そんななんか世界を2つの一族が牛耳ってるって誰が信じるの。そんなわけあらへんってね。そう、でもこれほんまやってんなと思って。そうよ、びっくりしたよね。ロックフェラーの傘下には世界的企業がついていて、エネルギー産業だけではなくメディアや金融までも傘下に持っているということで、まあ、医療とかもね、めちゃくちゃ強いですから。自分にとって不都合な事件が起こってもメディアを牛耳ってるから、これ長さんといて言えるんすよ。そうなんや。しかし今回はですよ、そんなロスチャイルドやロックフェラーの話をするわけではありません、うんうん、その一族を奴隷のように操る一族が上に存在するのは皆さんご存知でしょうか。知らない。その一族がシェルバーン一族です。シェルバーン、はい、また新しい一族出てきた思って、はいはい、ね、ワンピース読んでたら今まで D の一族なんやねん言ってたのに、うん、急にルナリア族ってなんやねんって。それも同じです。びっくりしましたね。実はですね、多くのコメントにこの一族の名前が寄せられておりました。はいはいはい、実際ここに来ております。国家壊滅。ロスチャイルドやロックフェラーが銀行業やエネルギー業を行おうとした時、どこからお金を借りようと思います？え？それは友達から？友達すごい威力持ってるやん。おうおうおう、ね、今でこそその二大巨頭の一族目立ってますけども、 そうね、その人たちももともとお金を誰からか借りて今の財を築いてる。でもロックフェラーはロスチャイルド家から確か借りたんでしたよね。まあ、それもあるんですけど、その起源をたどりますとですね、うん、シェルバーン一族に借りたというふうに言われてるんです。シェルバーン、シェルバーン、この一族は世界の大富豪たち
が資産を預けているスイスの金融業界を牛耳っているというふうに言われてます。へ、聞いたことあるでしょ。何でもそのスイスの銀行に預けていたら言ったら見えないからと、これが犯罪に使われていたり、なんと一部では大統領とかそういう人たちの口座もあるし、らしいね。そう、まあ、とにかくスイスは永世中立国というふうに言われていて、戦争が起きようともどこの国にも味方にもならず中立な立場を取るというふうに言われています。そんな国が生き残り続けてることはちょっと不思議ですもんね。そうなんですよね。だからこそロスチャイルドもロックフェラーもそこからお金を借りるっていうのは辻褄が合うでしょ。なるほど。そうだって、そこがそもそも言ったら自分たち権利地位を築いてなかったら貸せないから、うん、はい、そのため他国からですね絶対に攻め入れられることがなく、はい、スイス銀行に世界中の大富豪がお金を預けやすいというふうに言われております。お、はい、だってそもそもロスチャイルドとかロックフェラーを支援したやつらがそこにいるんだから、絶対どんなやつの権利も犯すことが言えないでしょ。そうよね。で、以前小安さで紹介しました日本の失われた民族傘下のボスもスイス銀行にお金を預けておると言われてますよね。はい、持ってます口座。まあ僕はね残念ながら持ってないんですよ。何ですか。はい、まあ、でも噂によるとどうやら自分の口座があるところ以外はそのエレベーターとかの階すら降りられないらしいですけどね。ああ、それはもう今のねホテルとかマンションもそうですけども、うん、そのもう銀行だったら直さないよね。それはね、そうそうそう。さらに噂では日本の皇室やイギリスの王室もお金さえも預かってるというふうに言われていまして、もうこれはもうバレたらやばいんちゃう。いや、もう公然の事実なんかな、ここまでいくと。秋篠宮様とか持ってるんかな。持ってんちゃう。そしてこの莫大なお金をどのように運用しているのか、その行き先がロックフェラー家とロスチャイルド家ということなんですね。なるほど。まあ、そこに出資投資してそこでうまく事業を働かせてもらってまた吸い上げるという、もう永久期間ですよ。それなんかあくびがもすいません。あ、いやいや、してないですけど、すごいですね。渋い顔してたから今、うんうん、びっくりしちゃって今。そうなんやと思いました。はい、ロックフェラー家やロスチャイルド家は世界各国の戦争を引き起こしているというふうに言われておりまして、うんうん、敵対する領人にお金を貸すことで儲けるという。あ、そう、武器も売ってね。もうジェルマみたいな。いや、ほんまにえぐいよね。戦争を起こす国は武器や戦闘機の購入で莫大な費用がかかるというふうに言われています。はい、例えば第二次世界大戦で日本が出した戦争の総額どれぐらいだと思います？でもロシアからその日露戦争の賠償金とか日清か忘れたけど3億円やった記憶があるから、うん、その3倍9億円ブブー7500億円。え、このような莫大な費用を戦争するどちらの国にも貸し付けるわけですよ。莫大やな。損ないんよ。だって負けた方を勝った方に払って結局勝った方から吸い上げるんやから結局回収できるわけやんか。怖くない？この仕組み、恐怖のシステムやな。そう、この資金の出所が、まあ、スイス銀行ということなんですね。はいはいはい。ロシアルドの言葉の中で有名な言葉がこちらです。私に一国の通貨の発行権と管理権を与えよう。そうすれば誰が法律を作ろうとそんなことはどうでもいい。ああ、これアメリカの通貨発行権手に入れた時の言葉ですよね。俺も言ってみたよ、うん、これにより多くの人たちはロスチャイルドが金融業界を支配しようとしていると思いますが、まあ、これは表向きの話なんです。お、はい、実は裏でロスチャイルドにお金を貸し付け戦争を引き起こさせ、勝っても負けても借金を返すことしかなく、うん、払えなければ土地を手放すことになり、その土地をロスチャイルドはスイス金融へ渡し資金の提供者へ分配されて領土が切り分けられ国家解体を行っているのがその一族というふうに言われている。国家解体すごくもう規模がでかすぎて意味が分からない。ちょっとじいちゃん家解体するのも大変やったのに。いや、俺昔さ、ユダヤって商売が上手って言うじゃないですか、はいはい、そのユダヤの教えの中で、うん、パン屋をね儲ける仕組みっていうのを、ね、習ったことがある、うん、商売で街にパン屋さんがじゃあ5軒ありますと、はい、じゃあその相場を調べると、うん、相場を調べて5軒のパンよりも半額でまず出すんだってパン屋を。おうおうおう。そしたら周りがどんどん潰れていくんだって。おうおうおう。そういう行列できて、で5軒とも潰れたってなったら値段上げんねんって。すごいよね。今となってはもう、まあ、それも理解できないけど、そういうことをもう子供の頃からあの人たちで学んでいくらしい。えぐ、まあ、それの大きい場合で国家版よね。そういうことをなんか会社を運営するかのように国を作ったり壊したりしていって吸い上げる。とんでもないな、シェルバーン。 すごいよね。ではなぜお金を持つことが支配する権利を勝ち得ることができるのでしょうか。これはですね、お金の歴史が関係しているんです。楽しそうな話ですね。はい、格差社会の誕生、うんうん、そもそも皆さんはお金はどのように生まれたかご存知でしょうか。それはやっぱ物々交換やったら不便やったからよ。正解。さすがお金のことだったら詳しいですね。マネーヒストリーやから。大昔まだお金という概念がなかった頃、うん、僕たちの祖先は自給自足の生活を行っておりました。そうやな。はい、しかしその地域では取れないものが出てきたりとか環境の変化で食料が不足して取れなくなったり、うん、まあ、そういう時期もあるわけですよね。そう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 。やがて物々交換の仕組みが生まれます、うん、しかし肉と木の実などでは価値が合わないぞ。合わへんよ。はい、必要な時に必要なものが手に入りませんでした、うん、そこで貨幣が誕生したというふうに言われております。そうね。最初は貝とか石、塩、布などが誰にでも
貴重で利用価値の高い保存が効くものを、まあ、使用してたということなんですけど、はいはい、やがて時代は経って金銀銅などの金属が用いられるようになり、最終的には共通の価値となるお金が誕生したそうですということ。そうですね、はい、僕ね、これ忍たま乱太郎めちゃめちゃ好きで、はい、あそこから学んだ知識ないけど、古銭の中には偽金っていうのもあるらしくて、はいはいはい、偽金って絶対今使えへんやんか。そうだね、いったも作ったり持ってる時点でも処罰されたりするんやけども、昔って偽金も使えるんやってな。そうなん、そう、いったら粗悪品なわけよ、その金属でも、うんうん、でも粗悪品といえ金属自体が高価やから、うん、普通の価値よりか低いレートでなると。例えば偽金2個でじゃあ1枚分の価値でみたいな。へえ、使えちゃうのって。あ、そう。もう一個ちょっとお金の雑学、ちょっとトリビアらしいですか、うん、テンガロンハットって知ってる？あ、こういうやつね、帽子、うん、あのテンガロンハットってガロンっていう単位なんだけど、うんうんうん、そこになんかこうなんか穀物がすくってこの帽子分が10ガロン入ると。そういうこと。そうだから、それ量り代わりにするってことなんだけど、ちょっと長めに作ったりとか違法があるからなくなったみたいな。あ、そうなんや。そうそうそう、ということでそのお金が誕生してと、はい、そこからお金の作ることのできる人たちが権力を持ち始めるんです。おー、はい、ここでほんまにそこに気づいた人ってめっちゃ天才やな。頭いいね。お金を流通させる自分たちで作ることができたらめっちゃコントロールできるやんか。そうよ、ね、自分に都合のいい人にはお金という富を多く与え、うん、自分が気に入らない人や不都合な人間には富を与えないように格差をつける。そこから今の格差社会が生まれていくんです。いや、これすごいですよね。今のトップ10のちゃんと分かってる表の人だけの収入で下位31億人の6倍あるらしいですよ。そう、そういうことなんですよ。やばない、数字が証明したんですよ、これは。そう、そう、だからお金によって今の社会は成り立っているんです。そして世界の富の 99% を握っている人たちがいます。それが以前紹介した悪魔の13血族よりも何おろとね、どんどん上出てくるなと思って。そう、ごめんなさいね、もう悪魔の13血族も上の存在出てきちゃいました。はいはいはい。よくこれアニメである展開でしょ、まだ上がおったみたいな。イルミナティ12貴族です。これ多分次なんとかの11なんだから出てくるわ。オーシャンズイレブンです。そうそうそう、はい、世界を支配する一族。はい、イルミナティ12貴族はですね、うん、本当の世界のトップ層と呼ばれてるのは何で。前回も言うとって、その調べあの動画やばかったやが、都市伝説って入れるだけでちょっとバンクライ書きたいから。そう、ほんまに、ほんまに。これも多分広告ついてないんちゃう。ありえるからね。まあ、12貴族と呼ばれる一族こちらです、はい、先ほど言ったシェルバーン一族、うん、タクシス一族、うん、サボイ一族、エッシェンバッハ一族、レーゲンスブルーク一族、あとこんな感じです。あ、でも半分ぐらい聞いたことないっすね。いや、もうだって出てこないんじゃないですか。まあ、確かにな、特にここでだって僕たちのなんか名字ないでしょ。まあね、日本人は出てけへんから。で、このうち8個の一族はですよ、金融業に関わってるんです。え、すごいな、はい、でそこの一族だけで世界中の富の 99% を牛耳ってるんですよ。残り4つ何やってるんや。でも他のことやってんじゃん、駄菓子屋とか。そう、うん、突然の駄菓子、うん、タラタラしてんじゃねえよ売ってんの。そう、タラタラしてんじゃねえよ売ってるし、モロッコヨーグルト持ってるし。そう、で世界のトップは何をしてるのかは、まあ、不明な一族たちなんですけども、はい、世界で起きてるほとんどの陰謀には絡んでいるのではないかというふうに言われております。感じるやろ。特にその中でもシェルバーン一族っていうのはもう強大な力を持っているというふうに言われていまして、実はこのシェルバーン一族を作ったシェルバーン伯爵はフリーメイソンの33階級中の33階級、つまりトップなんです。へえ、すごい。アメリカのみならず全世界で一族の思想を植え付けるために事件を起こしては、うん、世界統一政府を目指しているというふうに、まあ、噂されていますと。はい、そのために中国とイギリスで起きたアヘン戦争でお金と奴隷を調達し、多くの国を支配下に置いたそうです。じゃあもうそれも仕組まれた戦争だと思うんですか。仕組まれてるんだよ。ほんとね、末端のね、一般の人たちたまったもんじゃないよ、上のそんなゲームに付き合わされて。そのため金融のみならず他にも多くの世界的な権力がシェルバーン一族の元にあります。世界の権力、ロスチャイルドたちは世界の大企業の多くを傘下にしていると、まあ、冒頭で紹介しましたけど、シェルバーンが傘下に置くのは一企業ではございません。そうなんや、はい、皆さんお金の次に欲しいものは何でしょうか。お金の次に欲しいものは、はい、金。なるほど、それもそうだよね、うん、じゃあお金を稼ぐためには何が必要でしょうか。労働力。あー、なるほど。答えはですね、情報なんですよね。天才ですよね。じゃあ例えば明日ある商品が発売されるって分かってたら、今日のうちにこれを予約しとこう、値段があるって分かったらこうやろうっていうふうに思うじゃないですか。そうね。じゃあ例えば仮に競馬が八百長だとしたら、じゃあ次の重賞レースはこの馬が来るって分かってたら、まあ、当然買いますよね。当然当然。そう、だから情報こそがお金なんです。確かに、はい、シェルバーン一族はイギリスの諜報部として各国の情報
報を収集し分析する SIS、 つまり国際機関を作ったというふうに言われております。はい、さらにこの SIS はですよ、アメリカの CIA などの各国情報部をまとめるリーダーと言われてる。そうなん、全部の情報集まってくる。最近さ、うちのスタッフでも話題ないけどさ、はい、ちょっとなんかこう、ただ桃鉄やりたいわってこう携帯持ってて喋ったらさ、うん、桃鉄の広告出てきましたとか。そうやね、めっちゃ出てくるのよね。わかるわ、すごいよね、やっぱ今の AI って。これはね、やってる盗聴。別に僕のなんか個人情報が大したことないから別にいいんやけども、それを蓄積されてるっていうだけでもさ、悪用はされずとも、なんかそれがどん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 他国に吸い上げられてって分析させられて、なんか僕たちが弱体化させられるっていうのがもっと怖いよ。いやほんまに、ね、んお風呂上がりにさ、うん、ババンババンバンバンって歌ってるのもさ、シェルバーン一族の人が聞いてるかと思うとゾッとするね。ごめん、俺あの今の内容にゾッとしてんねんけど今。シェルバーンやから。いやそれはなんか感づいたんやけど、お風呂上がりにババンババンバンバーンって言ってる相方が怖くなってきてんだんだ。歌うよ、お風呂入ってる時に言うやつじゃん、どっちかやったら。なんで出た後にこうビーバーを飲むの。まあ、つまりですよ、世界各国のスパイの情報がシェルバーン一族に集まってしまっているということなんですよ。まあ、このおかげでどの国が戦争しているのか、もしくは起こりそうなのかが分かるんですね。はい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 、資金提供ができるということなんですよね。はい、さらに ICPO 聞いたことあります。このゼニガタがおるとこや。そうです、ルパンのゼニガタがね所属してるところなんですけど、これを作ったのもそうなんです。そうやね、はい、そうなん、そうです、リアクションが遅れてやってくるやつ今。適当な相槌してたわ今。そうなんで、びっくりした。 ICPO はもともとナチスドイツのスパイ組織を原型、またナチス出てきたで、はい、それがロックフェラーの組織によって今の形に改造されたものということなんですね。なんか最近ハマってんの、都市伝説のアベンジャーズ。いやだからもうこの辺は何にでも関係しとんすよ、やっぱ裏でこう操ってるからね。これ来週11結束、うん、だからもうオーシャンズイレブン。あ、そう、はい、今の ICPO は警察の国際組織であり、国際的な犯罪を摘発してますね。つまり警察組織さえもシェルバーン一族の配下にあるということなんですよ。皆さんこれがもう怖くなってきたの分かりますよね。さらにイギリスのダビストック人間関係研究所とか何笑っとんねんほら。出てくれあれやろ、あのビートルズ今から言う作ったとか言うから。もう昨日さ、あの朝4時ぐらいまで俺あのスタジオでスタッフと打ち合わせしてたの。そしたら俺ビートルズ聞きたな、ビートルズメドレーでかけてたわけよ。そしたらうちのスタッフがトイレでギャッって言うから、うん、どうしたんって言ったら、詰まったって言って、なんか逆流してきたんですよ、水が。やばっ。その瞬間にビートルズのヘルプかかって、俺めっちゃ笑ってた。すぐクラシアに電話したもん。やばっ。クラシアに電話してる後ろでヘルプってなってた。日本語なんか英語なんかよくわからないんだ、ね、すごいや。そうなんです、イギリスにダビストック人間関係研究所っていうよくわからない研究所があるんですけども。研究所俺怪しすぎる。この組織を作ったのも、まあ、ここだということなんですね。え、てかさ、イギリスってさ、ヤバい街らしいやん、その都市伝説的に。そうよ、もう都市伝説方向。そう、だからそのダビストック人間研究所、人間関係、あ、人間関係研究所、日本人の研究の方とかいないんかな。あ、ほんまにね、取材させてほしいねんけど。いや、ほんまに。そのダビストック人間関係研究所はですね、 MK ウルトラ計画という洗脳実験を行った研究所で有名なんですけども、総売上枚数10億枚と言われている世界的ロックバンドビートルズもですよ、この実験を受けたというふうに言われております。そうね、はい、音には人間の恐怖心や暴力性をかきたてる特定の周波数が存在しており、その周波数が 440Hz ということで、はい、440Hz って音楽やってない人は分からないと思うんですけど、うん、あのチューニングでも使うこれ一般的 な、まあ般的なね、うん、音楽の周波数なんですけども、うん、これを世界中に洗脳するようにビートルズを使って、まあ、ロックというジャンルの音楽を広げたということなんですね、うん、情報をいち早く取り込み、国際機関で国を動かし、そしてその世界のお金を支配することは、うん、もうまさしく世界のトップを握っていると、まあ、言っても過言ではないんじゃないですかというのが今日の説でございました。いかがでしたでしょうか。まあ、ロックを作ったのはロックフェラーってことですか。いわゆる親父ギャグだよね。間間に絶対入れなあかんの、そのギャグを。いやいや、え、な、何もうなんなん最近。ちょっとなんなん、俺が聞きたいの。ショビ、ちょっと適当に作ってるとこあるやろ。なん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 、ほんまに転がってるんですか、こんな話が。いやいやいや、ほんまにあるわ。怖いわ。これ作ったのほんまにあるんですよ。逆に作ってみる、なんとかの七血族みたいなやつ。お前作ってたらね、バレへんと思うわ。バレるよ。聞いたことなさすぎますって言って。あ、みんな知ってるこれ。え、でもこのシェルバーンとかもコメントありましたよね。ありました。そう、皆さんが細かいな、こういう感じでコメントいただいてるのもするわけなんですけど。そうなんですよね。そうだ、結構みんなもね、やっぱ闇に通じてるんやろうなっていう。どうします、シェルバーンの息子とか書いとったら。息子16歳ぐらいのさ、うん、ちょ、うちも紹介してほしいわこれやったでーみたいな、シェルバーンみたいな。じゃあ案件聞くれやん。確かに紹介したからも。息子連絡してや。本日のトレハーズスコアは12。なんで
十二貴族やから。あ、十二貴族だ、今回。十二貴族やから。はい。次十一何か楽しみにしててくださいね。それでは本日の鳥肌ポイントは、はい、ダビストック人間関係研究所とか、まあ何やってるかよくわからんけど、はい、セルバンシトックも何やってるかよくわからんかったな。まあ俺らも何やってるかよくわからんや。俺らは一体何を紹介してるんだろうね。う、毎日何を紹介するチャンネルだ。そうそう、これは。あの YouTube さん、あのこのチャンネル全然怪しいことやってないんで、あの広告とか剥奪しないでください。そうです。本当今年で、ね、100万人目指してるんで、なんとかスムーズにいかせてください。お願いします。はい、健全にやってるんでね、よろしくお願いします。はい、さよなら。独自の視点で歴史を読み解いてきた岡田さんが、近い将来ある3つの大きな変化が訪れると予言しております。3つの大きな変化。岡田さんはですね、なんと緊急事態宣言が初めて発令された2020年という早い段階からですよ、パンデミックの収束をはっきりと予言しておりました。パンデミック後の世界では、投薬の大好きなお金の価値観さえも変わってくるんです。ベーシックインカム導入の目的は、多様な意見がある国民という存在を国を支える産業から締め出すことじゃないかと。一部の人間が思い通りに国を動かすために、余計な口出しをさせないための口止め料であると。岡田さんはこれだけ人気のある YouTuber に未来はないと予言しております。Color.